第3話、ようやくまともな告白が聞けた。気合の入った水道作画だ。蛇口ソムリエ。同じことやってるのが他にもいるのか。学校の水にうるさいってなんだよ。水道水でここまで語れるとは。学校の水道水に深さってあるんだ。お前ら何を競ってるんや。学校の水道の味でこんなに盛り上がれるの面白すぎだろ。歯医者しかいない悲しい水道水レビューレス場だった。メスが押してるのかわいい。仕草がわかりやすい。文豪になろうは強欲すぎるだろ。なろうに小説投稿が部活になる、いい時代だ。合宿イベント来たー。缶詰にそんなロマンあるか。太宰先生はもう異世界転生してますよ。どんなとこから登場するんだよ。何このホラーな人。まっとうなこと言ってる。夢子先輩、動きがつくとよりゾンビ感が。この学校変人が多すぎる。海水浴場に行く時点で缶詰じゃなくて笑うけど水着買いあるならよし。もうやめろよ幼馴染みの話。幼馴染みで家族ぐるみの付き合いしてるとそういうの辛いわな。なんてときめかない私を海に連れてって。その後先考えないところが負けにつながっているのでは。文芸部は行き場を失った者たちのたまり場。ラノベ主人公ムーブ。ぬくみずくんそういうとこやぞ。普通なら主人公とフラグが立つ展開なのだが。文芸部に対する認識、それは誤った方がいい。米屋の前でカレーうどん。友達デビュー記念を赤飯。商店街ぐるみで心配されるの嫌やな。この妹、いろいろとクレイジーかと思ったら商店街の人たちもクレイジーだった。水着買い来た。こいつめっちゃ水着語り出した。なんで安く水最高やろ。カメラさんもっと頑張って。水着への熱い語り、わかるっちゃわかるんだけど普通に気持ち悪いな。こんなに可愛いのに負けヒロイン。1話であの優遇女って言ってたけど君もでかいやないかい。大胆なの着てるな。こんなん視線いやらしくなるだろ、許してやれよ。水着をしみじみ堪能する主人公。人生の絶頂期。焼きそば食いながら焼きそば食おうとしてる。こいつやはりずっと何か食ってやがる。意中の相手に見せる予定だった水着だったと思うと泣けてくる。また辛い空気になっちゃった。転ぶシーンまで手が込んでる。レモンちゃんケラケラ笑うの好き。そこは手を取らなきゃ。はい、不合格。フラグを拾わない男。困りだけ真面目に執筆しとる。ナロウ名物副題。性癖ぶちまけんな。本当にこの先輩が好きでいいの？急にイチャつき出した。これはもう困りちゃんの死亡フラグや。またなんか食ってるこいつ。部長結構有名人。くねくね動くレモンちゃん。やるやん陸上部。姫抱っこ？からの海へのダイブ、元気だな。すごい叫び声上げてたな、こまりちゃん。汚い悲鳴助かる。水着タイム終わっちゃった。おいまた焼きそばあるじゃねえか。夏に生焼け焼肉はダメだろ。意地汚いって言われてら。お前らが言うな。赤飯、中学生、まさか。花火の作画すごいな。今回だけで摂取カロリーやばそう。唐突なアーンイベント。ヒロインみたいなことしやがって。こいつらなんイチャイチャしてんだよ。それで700円はいかがわしいお店なんよ。ぬっくんのこともっと報われない系の傍観者主人公だと思ってたのだけど恵まれた青春を送ってるな。イケメンかよ部長。これは好きになるわな。部長さっきまであんなんだったのにイケメンかよ。イケメンすぎるけどこの作品でイケメンは負けヒロインを生むフラグ。大胆な告白。この気持ちが溢れ出ちゃった感じ好きだよ。そしてだんだん入るラブ2000。告白できたの偉い。勝ちヒロインなれるか？からのこのサブタイである。サブタイトルに人の心がなさすぎるだろ。ちゃんと告ってるのこまりちゃんだけなのに第3話のタイトルひどくないすか？